はい、皆さんこんにちは、チョでございます。ドラクエ7やっていきましょう。さあ、橋がかかりました。なんかインディージョーンズでこんなシーンありましたよね。で、これはということは、これ落ちれない。あ、落ちれないわ。ということだね。今ちなみに梅酒をちょっと冷蔵庫から出してきて、今実況しながら飲むので久しぶりだねっていう感じなんですけどもね。ただこの梅酒ね、去年の今やが2019年5月なんですけど、2018年3月の3月の梅酒なんですけど、どうなのかな。そんなに立っててもいいのかな、梅酒っていうのは。濃い。あとはこれロックとかで飲むんだろうけどね、今ストレートでいってるんだよね。でも梅酒、ビール以外の、あ、前焼酎飲んだな。ビール以外の酒飲むの久しぶりだなって言いかけたんだけど、前焼酎飲んでるわ。でこっちは何、あ、こっちも渡れる、こっち回ろうか。あ、宝箱。お、祈り、おお、祈りの指輪手に入った。これいいんだよね。誰に、ほらもうマリベルさんだね。はい、装備。何の装備が外れちゃった、マリベルさん。なんか装備外れてるでしょ。あ、網タイツ。網タイツが外れたかい。あ、装飾品なんだ。あ、おちょっと待って、あ、ちょっと待って、あれ、マリベさん何気に防御力上がったような気がしたんだけど、こうでしょ。あ、上がんないのか。上がんないなら上がる人に渡すべきだね。あ、かっこよさの話してたのか。あ、私が持つべきだな、これは。いや違うわ。あ、でもこれ、私装飾品スライムピアス持ってんだね。いや、ガボ君だな。ガボ君の指輪持っても仕方がない気がするんだけど、そう思うと私の、いや私のスライムピアスを、あ、攻撃力があるんだね、をガボ君にで装備して、でガボ君の祈りの指を私が装備すると、その方が効率的にいいんだよね。あ、ガボ君 MP 回復させても仕方がないもんね。よいしょ。あ、これでちょうどいいよね、いい感じ。いや、いいの手に入りましたね。さてさてと、おーとこで、で降りていくんでね。なんかいかにもってとこ来たね。これだ、これが神の湖のふのとこ仕掛けの祭壇だと。ここに大地の鈴を捧げれば、湖の水が引きね、神の祭壇へ行けるということだと。では大地の鈴を捧げるといいなと。はい、どうぞ。ジャンは大地の鈴を掲げたと。プレステになって効果もすごいね、これね。スーパーファミコンとはやっぱ違いますね。まあ、ファミコンからスーパーファミコンになった時もすごいな思いましたけどね。まあ、時代ですね。これで湖の水が引いたはず、さあ行こうかと。おお、これ開いたということだね。おお、入れると。うわー、もうこんなのいきなり、もうなんかボス出てきてくださいと言わんばかりだね、これ。あ、じゃあ宝箱を調べて。おお、来た。はい、はい、石板見っけましたよ。で、あ、ここに、え、ここに戻ってきたの。あ、なるほど、すごい近道だ。で、あ、3つ、お、小さなメダルね。
あ、守るんだね。ね、これは私だよ。もう私が使わないからね。よいしょ。はい、私。さあ、に上がれ。おお、来た来た。で、5ゴールド。あ、15ゴールドか。まあね、どかっと255ゴールドぐらい仕込まってほしいんですけどね。まあ、仕切ってんなとは思わないんですけど、いや、思ってるか。思ってますね。おおおおお、え、いや、ご苦労様です。湖の水が引くのを見て僕らも慌ててここにやってきました。祭壇の前で族長様お待ちかねです。え、ちょっと待って、この上から降りてきたのかな、崖を。ねえ、これから何があるの、僕たちはどうなるのかなと。どうなんだろうね。これから大事な儀式が始まるんでしょ。そういう時男はちゃんと胸を張って堂々としていなさいとお母さんが言ってたんだと。かあ、これって一祭壇だな。古文書ではこの上に神様が封印されてるって話だと。でかいな。本当に皆さんにはどうお礼を言えばよいものやら。もうそろそろライラたちも到着するでしょうが、祭壇の中へは皆さんに入っていただきましょう。さあ、じゃあもう一緒に行くのですよと。はい、ピリッと様。さあ、アチさん、石碑の文字を読んでみておくれよと。あ、私が読むんだね。おお、アチ殿、おかげで湖の水が引いてこの通り。心より感謝しますぞ。あとは祭壇内より2つの神器を持ち出すのみ。さて、どうやら2つの神器、第一のトゥーラと清き衣はこの祭壇の中のようじゃ。ここまで力を貸してくれたアチ殿にぜひ取ってきていただきたいという。ここまででさらに取ってこいって言うんだね。私たちの踊りは神様を称える踊り。この日をどれだけ待ち望んだことでしょうと。あ、この人喋れてないね。あんたたち大したもんだね。ライラたちもここに来たらびっくりするだろうよと。あ、ワクワクするね。するわね。神様はどんな風に復活されるのかしら。私もライラみたいに精霊様の血を引いていればなぁと。いよいよだなぁ。ライラたちは早く来ないかなぁと。俺らの先祖は一体どうやってこんな仕掛けを作ったんだろうな。俺には神業としか見えない。思えないぜって何うまいこと言おうとしてんだね。ここはな、お、なんかある。あ、違う。気のせいか。で、これは回転する、するんだね。でも特にと。特に悪い予感しかしないということだね。この古文書を読めと。あちは石碑の文字を読んだ。大地のトゥーラが金色に輝くとき、その音色にて大地を目覚めさせよ。清き衣をまとった巫女の踊りにて、神の怒りをなだめさせよと。あ、神さん怒ってんだね。おう、おお、何？消えちゃった。この奥に大地のトゥーラがあるんだなと。さあ、アチ殿、どうぞ祭壇の中へと。勝手に押し込まれちゃったね。おお、あるね。なあ、見てくれよ。これが古文書にあった2つの神器だ。あ、一箇所に2つあるんだね。大地のトゥーラ、これを俺が引いて、巫女のための清き衣もこれをライラが身にまとって踊る。俺とライラで儀式を取り行い、神を復活させる。そうすれば俺は自由だ。あ、なんかこの言葉引っかかるな。俺は自由だ。これジャンの英語でなんかなりそうな気がするね。もう俺たちユバールの宿命なんかに左右されて自分の行きたい道を歩けるのさ。あー、そんな感じがしてきた。ジャンは祭壇の壁から清き衣と大地のトゥーラを外した。さあ、これを持ってみんなのところに戻ろうぜ。あんたたちにも礼を言わなきゃなと。おーい、あっちへ。はあはあ、遅くなったな、あっち。途中でライラさんが足をくじいちゃってここまで背負ってきたもんで。何？ライラが足をくじいたって？あんたがついていながらなんてことだ。もしも儀式で踊れなかったら。やめてじゃん。キーファーがいてくれたから足をくじいたぐらいで済んだのよと。儀式なら大丈夫。ちゃんと踊れるわ。もう痛みも引いてきたし。ライラと。それが清き衣と大地のトゥーラね。さあ、儀式の準備をしましょうと。大丈夫かいライラ。さあ、俺の肩に捕まってと。ありがとうキーファ、ごめんなさいねと。ま、待てよライラ。あー、ジャンさん若いな。みんな若いね、ほんとね。いやー、もう今こんな状況になっても私何とも思わないね。
気をつけなよぐらいしかもうないかもしんないね。もう青春してるね、ジャン君ね、ほんとね。危ない危ない。さあ、族長様、儀式を始めましょう。あ、まあそう焦るでないじゃんよ。どれ、その大地のトゥーラを見せてみなさい。族長はジャンから大地のトゥーラを受け取った。ほむ、やはり今はまだ復活の時ではないようじゃな。え、何ですって？見なさい、このトゥーラを。祭壇の石碑には大地のトゥーラが金色に輝く時と記されていたであろうと。金色でいいのかな。だが今このトゥーラは何の輝きも放っておらん。なぜかはわからぬが今はまだその時ではないらしい。そんな、じゃあいつなら言って言うんです。そんなことやってみなければわからないじゃないですか。おーおー、もうジャンさん押し込みに来てるね。にじい込みに来てるね。ジャンよ、落ち着きなさい。もし封印を解くべきでない時に解いてしまったら何だそれ。時が、満ちる前に神が復活して、もし魔王に滅ぼされたりしたら、その時こそ我らの未来は閉ざされる。焦りは禁物じゃと。しかしせっかくここまで来たのに諦めるって言うのですか。俺は諦めないぞ。現に神は俺たちをここまで導かれた。今が復活の時でないなんてそんなはずはないと。ジャンは大地のトゥーラをその手に抱えた。さあライダー、俺はこのトゥーラを引くよ。その清き衣の間で踊ってくれと。あ、行っちゃうんだね、ライダーさんも。あ、そっか、ライダーさんも解き放たれたいんだよね、このユバールから。そういうことだよね。おいじゃん、本当にやる気かと。あ、もちろんだ。さあ、みんなも心を込めて神の復活を祈ってくれ。あ、もうなんか悪い方向にしか話が見えないね。おお、びっくりした。なんだ、どうしたってんだ。何も起こらないじゃねえかと。いやー、いきなりビジュアル入ったってびっくりしちゃったね。族長様の言った通りだ。まだ復活の時じゃなかったんだと。なんてことだ、せっかくここまで。ふむ、残念だがどうやら今は儀式の時ではなかったらしい。じゃんよ、これで気が済んだであろう。もう祭壇から降りてきなさい。足が重いね。ジャンよ、そうがっかりするでない。平和を求め神の復活を願うあまりに焦ったのは仕方のないことじゃ。それに望みが閉ざされたわけではない。また明日から。違うんです、族長様。俺はそりゃ平和を望んではいるけど、それより自分のことばかり考えていた。神さえ復活すればユバールの使命も終わり、掟に関係なくライダーと結婚できると。なぜって、俺には、いや俺の体にもこんな宿命があったからだと。あ、すごい脱いだ。その技はなんてことだい、ジャンよ。でもお前が生まれた時、いえ子供の時もそんな技はなかったはず。そうですとも、ベレッタ様。俺自身この目を疑った。ほんの数年前、自分の胸にはこの技が浮かぶのを見た時にはねと。そしてその時俺はすでに心からライダーを愛していたのです。だからこそ俺は焦った。神が復活して一族の使命も終われば自由になれるのだと。しかしそれも全て俺だけの勝手な思いでした。ライナの気持ちも考えず。それに理由がどうあれ、一族の皆を欺いた罪は重いと。俺は一族を出て行きます。ジャンは族長の手に大地のトゥーラを返した。あら、ライラさん諦めたんだね。待ってジャンと。あら、待ちなさいライラ。追いかけてどうする。お前は本当にジャンを愛しておるのかと。族長様、それはと。道場はジャンを傷つけるだけじゃ。
それにかわいそうだが、あのあざがあってはお前との結婚も許されぬ。ともかく残念だが、今は神の復活の時ではない。我らの旅はまだ続くようじゃなと。では族長様、再び祭壇の封印をと。元通り湖に沈めておいた方がよかろうと。どうやって沈めれんの？アチェ殿、あなた方には何か縁のようなものを感じます。すみませんが、また洞窟の奥へ入って湖の水を元通りにしていただけますか？ここまで来て残念ですが、祭壇を守るためにも湖の底へ沈めておくしかありませんの。大地の鈴を仕掛けたら外せば、仕掛けから外せば、この湖を再び聖なる水で満たされるはず。今度はダーツをお供させましょう。さあダーツやと。はい、ベレット様、確かに大地の鈴を外してまいりますと。こんなことになって残念ですが、アーチェ殿、よろしくお頼み申します。なんか忙しいねっていうか、我々お使いだったのかこれ。ただの使いっ走りだったんだね。はい、それからライラ、お前足を痛めているね。私の目はごまかせないよと。踊り子が大切な足にそんな無理をさせてどうするつもりだいと。申し訳ありません、ベリッタ様。でも、おいおい、さっきから黙って聞いてりゃ随分じゃないかと。一族の使命や掟が大事なのはわかるけど、ライラだって苦しんでるはずだ。なのにそんな厳しいこと言わなくったってと。いいのよキーファ、ありがとうと。ほむ、どうやらライラには良き理解者が現れたようだねと。ほさて皆の者、残念だがこの通り儀式は終了じゃ。ともかく上のテントまで戻るとしよう。あれ何キーファ君、そんなことなってんの？ではアチドのよろしくお頼み申します。我々は上のテントへ戻ってお待ちしていますから。というわけでこの辺でいい時間になっちゃいましたね。てかね、私ちょっとびっくりしてるのはね、1年前の梅酒なんですけど、グビグビ飲んでるんですけど全然酔っぱれません。1年前だったらアルコール飛んじゃうのかね。酒の味がするんだけどね。というわけで、ちょっとこちらでもびっくりしております。というわけで、じゃあこの辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト7終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。